1934年に描かれたクレイジーホースのスケッチがクレイジーホースはインディアン部族のラコタスー族の一子族、オグララ族に属するパヤブヤ族の戦士。しばしば誤解されるが、周長ではない。タシュンケビトコ、通称クレイジーホースは1840年頃に、現在のサウスダコタにあるベアビューと近くのベルフーシェ川のそばで生まれた。クレイジーホースと親しかった。 ホーンチップス、またはエンコーラジングベアという名の数族の呪い師は、数族が少々人族から大量の馬を盗んだ年が、クレイジーホースが生まれた年だと考え、証言したので、彼の誕生年は1840年ということになっている。しかし実際は、この大襲撃は1841年の出来事である。父親は、オグララ数族の呪い師で、 戦士ではなかった。その治癒術が非常に評判が良く、戦士である必要がなかったのである。母親ラトリング・ブランケット・ウーマンは、シチャングスウ族だった。彼は幼い頃から、シチャング族や、シャイアン族のキャンプを出入りしていた。彼の名は、正式には、タシュンカワカンウィトコである。略して、タシュンケウィトコと呼ばれることが多い。幼児期は、クセゲと呼ばれていた。タシュンケトコは、 代々受け継ぐ名であり、手柄を立てればこの名が譲られた。彼の父も、この名が譲られるまでは、ワグルラという名だった。息子にこの名を譲った後、彼の父はまた、ミミズという名に戻った。少年時代から馬を盗むのが非常にうまく、ヒズ・ホウシズル・キングという名で呼ばれていた時期がある。彼自身は、部族の儀式やしきたりに興味を持たず、参加もしなかった。 同じインディアンの仲間からも常に距離を置き、一匹狼の姿勢を貫いた。放浪癖があり、しばしば姿を消し、瞑想にふけった。白人と接することを非常に嫌い、このため写真に写ることもなかった。彼の肖像は残されていない。が、その肌の色は非常に明るく、小柄だがハンサムだったという。少年時代の親友たちは彼を、 肌の明るい少年と呼んでいた。友人の数族戦士ショートバッファローはクレイジーホースについて背は高くなくまたそれほど低くもなかった。太っても痩せてもいない。彼の髪の色は非常に明るく顔色も他のインディアンよりずっと明るかった。顔の幅は広くはなく高く鋭い鼻を持っていた。彼の黒い目は人をまっすぐ見ることはほとんどなかったが 何者をも見逃さなかったと語っている。白人との戦いが激化し、革シャツを着る者を選ぶ儀式が復活したとき、この名誉ある地位に任ぜられた4人の戦士の一人となった。が、これ以外に正式な地位にあったことはない。一つには、彼の家柄が部族の中では名門ではなく、また名門家のレッドクラウドと反目し合う関係だったことがある。が、 白人との妥協を拒む主戦派として主要な立場にあった。ちなみに完全な個人主義である数族の文化には先方を誰かが支持するような戦争指導者という立場はない。レッドクラウドの名であるブラックバッファローウーマンに恋焦がれていたが、レッドクラウドは彼女をクレイジーホースの友人のウォーターと結婚させた。その後もクレイジーホースの思いはやまず今でいう ストーカー行為をしていた。1870年、クレイジーホースは彼女と駆け落ちをしたが、ノーウォーターは彼らを追い、その日の晩には彼らを見つけ、二人が寝ている TP に押し入って、クレイジーホースの心臓をめがけて銃を撃った。この時、友人のタッチザ・クラウドが、とっさにノーウォーターを抑えたので弾は、それて上顎に当たり、クレイジーホースは大怪我を負った。 完全個人主義の数族では、女性が離婚するのは、全くの自由であり、ノーウォーターのこの行いは、数族のしきたりを破るものである。長老たちは、ノーウォーターに賠償として、馬を三頭クレイジーホースに譲らせ、またクレイジーホースも、革シャツを着る者の職のを解任された。ブラックバッファロー・ウーマンの四番目の娘は、非常に肌の色が、明るく、 おそらくクレイジーホースの子と思われる。その後、部族の鳥なしで、ブラックショールという女性を妻にめとる。彼女は結核にかかり、彼女を親切に治療したバレンタインマクギリカッティ、D、博士とは、白人としては、例外的に友好を結んだ。マクギリカッティは、クレイジーホースを見とった医者となった。また後に保留地監督官に任せられ、数族を苦しめることとなる。 彼女との間に、ゼイアーアフレードオブハーという娘を設けたが、幼くして、これらで亡くし、失意の中しばらく戦の場から離れる。二人目の妻には、ネリー・ララビーというシャヤン族とフランス人の婚結女性を迎えた。1854年、12歳の時に、グラッタン中尉によって、コンクアーリング・ベアー長たちが虐殺されるのを見た。これを契機に、一人で山に分け入り、 岩の上に座禅を組んで、ハンブレチャーを行い、ビジョンを得た。ビジョンの中で、ふわふわと影のように踊り回る奇妙な馬に乗り、顔と体に不思議な模様を描いた男性が現れ、彼に様々な啓示を与えた。父親の名もた瞬間は勘いとこだったが、後にこの夢のことを聞き、啓示のその中の男性が息子だと確信して、すぐさま父親は自分の名を息子に譲ったのである。 この時の原種で、二つのタブーを得た。それは、他人に腕を掴まれてはいけないというものと、自分のためのものを持たないというものである。このタブーを破った際、白人の頭の皮を剥いだことで、大怪我をし、二度目は白人に腕を掴まれたことで、視殺されたのである。ノーウォーターに撃たれたサインがどうだったのかは伝わっていない。また、常に質素な出でたちでいるようにとの啓示も受けた。 このため、彼の服装はいつも必要最小限で、彼を描いた映画や絵画にあるように、派手な、羽根感をつけて、戦に出るようなことは一度もなかったと、ハンプやヒードック、ブラックエルクラ近しい者たちは揃って証言している。常に弱き者を助け、分け与えよとの啓示を受け、生涯それを実行した。そのために、彼は、部族の中の弱い立場の人たちから熱烈に愛された。 戦では負傷したことがないが、数族の伝統派のロイシである、レームディアーやレオナルド・クロードックによれば、これはクレイジー・ホースが最初のビジョンと共に不思議な力を持つ小石を得ていて、戦の際は必ず耳の後ろに挟んでいたおかげだと言う。水族は彼を我らのケうなる男と呼んでいた。1876年3月17日のパウダーガーの戦い。 ジョージ・クルック将軍を退けた同年6月17日のローズバットの戦いなどで活躍し、6月25日にはリトルビッグホーンの戦いでカスター・チューザの大隊を全滅させた一人となった。他の州長、戦士がその地から逃亡する中、とどまって戦いを継続していたが、1877年5月6日に彼を慕う900人の数族戦士と共に、 アメリカ政府に投稿し、ジョージ・クルック将軍が総司令官を務めるネブラスカ北西のロビンソン砦に入った。この時、初の会見の場で、クレイジー・ホースはクルック将軍の前でひざまずいたとの説がある。やがて、常に白人と距離を置く彼の姿勢は、堀留内で反乱分子視されることとなる。クレイジー・ホースは、米軍が規定した野営地である。 鳥出から3マイルの距離を守らず、常に6マイル離れたところにやえし、やむなき場合にのみ、白人たちに会うという態度を続けていた。クレイジーホースがこのロビンソン鳥出に入り、死を迎えるまでの期間は、わずか4ヶ月のことであり、白人が文字にして彼の反省を記録したのはこの4ヶ月の間のことに、過ぎない。残りの電気は、すべて彼が死んだ後の、 水族同胞からの聞き取りに過ぎない。1877年9月5日、司令官との会談を申し入れられ、ジェシーリーという政府管理官によって、スポッテッドテール管理所からロビンソン取り出ー強引に連行された。が、総司令官のクルック将軍は、会談には来ておらず、連れて行かれた場所は映像だった。クレイジーホースは激しく抵抗し、元仲間だったリトルビッグマンとタッチザ・クラウド、 白人兵に押さえ込まれ、ウィリアム・ジェントルズという保証によって、銃剣で視察された。三十六歳だった。クレイジー・ホースの幼馴染で呪い死のホーオンチップスは、この時、これを制止しようとして突き飛ばされ、肩を脱臼した。ジェシーリー管理官は後に、映像で、クレイジー・ホースに対する拷問があったことを認めている。クルック将軍は後に、べてを嘘で固めた上で、 クレイジーホースの死に関して、私はその階段に行くべきだった。どんな場所だろうと、私が到着するまで決して始めさせることはなかったのだ。私はドライコールトーチュガス島監獄にクレイジーホースを装置していただろうと述べ、遺憾の意を表している。その遺体は、親族と幼馴染みのオンチップスによって持ち去られ、埋葬場所は公開されていない。 1994年、クレイジーホースの名を使った、米国のビール会社を一族が提訴。裁判所は、一族の商標取消し請求は却下し、会社側25万ドルの損害賠償支払いを命じている。その後もインディアンはこのビールの不買運動を続けている。フランス、パリのストリップ劇場、クレイジーホースは、羽根缶を被った女性ダンサーのヌードショーを売り物にしている。 2004年、これに対して、パインディッチ保留チから、アルフレッド・レッド・クラウドが部族を代表して、インディアンの羽根をつけて、同店を訪問。クレイジー・ホースは1800年代の戦いで米軍を破った偉大な戦士で一族の英雄だとし、羽飾りをつけた女性が、ヌードで登場するのを、テレビで見て、ショックを受けた。一族の特使としてきたとして、店名変更を求め抗議した。 が、店側は、現在も応じていない。現在、彫刻家のコルチャック・ジオルコスキーと、その家族たちによって、ラシモアさんに、彼の像を彫る、クレイジーホース記念碑の事業が進行中である。が、クレイジーホースは肖像を残さなかったので、その肖像はあくまで想像のものであり、部族内ではむしろ正しい姿ではないとの指摘も強い。基本的に、数族の伝統派は、 この記念碑をクレイジー・ホースと数族を侮辱するものだとして批判している。クレイジー・ホースと懸伝される肖像写真クレイジー・ホースは生涯において写真を残すことはなかったがクレイジー・ホースとされる一枚の写真がある。このスタジオで撮られた写真は1956年に JW ・ボーンという人物がローズバッドインディアン法流地で販売していた書籍の中で 本物のクレイジーホースの写真としていた。現在はモンタナのリトルビッグホーン国立記念戦場博物館に鉛原版が収蔵され焼き増し販売もされている。この写真は公開当時から心眼をめぐって議論を読んだ。専門家はこの写真はクレイジーホースの死んだ1877年により後のものであると検証している。 例えばビーズの紙法の長さや山嵐の針の胸当て、アスコット隊の形が当時のものと違うこと、スタジオセットの背景が同時代に同地で撮られた他のいかなるインディアン写真にも使われていない唯一のものであること等がその根拠として挙げられる。クレイジーホースと信仰のあったバレンタイン幕切りカッティ博士やクレイジーホースのスケッチ画を描いたウィリアム・ボルドー。 またクレイジーホースの実の末妹のアイアンシダーは、はっきりとこれをクレイジーホースではないと言い切っている。また、クレイジーホースの顔には、恋人をめぐって、ノーウォーターに撃たれた際の大きな傷跡があったが、この写真には、それがない。現在では、この写真は、クレイジーホースの肖像写真としては否定されている。普通はノロイシに同行してもらう、レームディアー、シーカー・オブ・ビジョンズ。 魂の指導者、クロードック、ラリー・マクマートリーチョ、クレイジー・ホース・フロリダにあった、当時インディアン専用の監獄島、ありがとうございます。